やっていきまーす。意外とうまくないでしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、スタミジャパンです。今月もやっていきます。ひきこもりが買ってよかったものリスト2月編ですね。ちょっと録画するのが遅くなってしまいました。実は言うと2月が28日までしかないっていうのがポッと抜けてまして、ちょっとギリギリ録画しようと思ってたんですけど、いつの間にか3月と、申し訳ないです。ということでパッパと行きましょう。まずは1個目ですね。ドン。ブラウンのオーラルB電動歯ブラシです。これに関しては前回の動画でも言ったんだけど、視聴者さんたちに、これ試してみてよってことだったんで、自分でも買ってみました。これも電動歯ブラシ初めてで、どんな感じなんだろうなと思ってたんだけど、まずね、根本的に違うのが歯ブラシ、普通の歯ブラシと、歯をさ、歯ブラシってこう磨くじゃない？でも電動歯ブラシって、この俺が買ったやつは丸式なの。だから、歯がこうやってあったら、こう包み込む感じ。イメージこんな感じ。だから、隅々まで、ちゃんと綺麗にしてくれるし、推奨されてる歯磨きの時間が2分なんだけど、その2分間ちゃんと歯を一本一本ギュッ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 ってやったら、普通の歯磨きをした時よりも明らかに磨き残しっていうのが少ないし、その2分間で完璧な歯磨きができるってなったら、まあこの値段も納得できるかなと思いました。かなり気に入ってるんで、自分で今後、使っていくと思います。で、こういうので気になってたのが、付け替えっていうか、先っぽが高いんじゃねえかなと思ってたんだけど、8本入りで、1300円ぐらいなんで、まあちょい割高なんだけど、まあ全然許容できる範囲かなと思いました。というわけで1個目はブラウンの、オーラルB電動歯ブラシでした。はい、2個目ですね。僕自身結構サプリを飲んでて、アイハーブとかでサプリをね、いろいろ試して買ったりしてるんだけど、なんせ海外のサプリってでっかいのよ。だからちょっとね、飲む時に飲み方を失敗するとなんかね、ここに詰まるんだよね。それがすごい嫌で、毎回包丁で俺カットしてたの。でかいと本当にでかいんだよ。すごいでかいから包丁でカットしてたんだけど、それどうにかなんないかなと思って探してたら、ピルカッターっていうのを見つけたんで、それを買ってみたらかなり重宝してるんで紹介しますと。ピルカッターとしても使えるんだけど、ピルケースとしても使える。その飲食店でご飯を食べ終わった後に、すごい小さいからこれポケットから取り出してサプリのにも使ってます。まあ本当にこれはそれだけ、それ以外にね紹介することはありません。サプリを自分の飲みやすいサイズにカットしてくれて、それを保存するスペースがあって、これを持ち歩いて僕は飲食店に行ってますと。サプリを飲んでる方、海外のデカめのサプリを飲んでる方にはおすすめですよという商品でした。はい、次ですね。カリカリベーコンです。こういう類のって俺結構試したんだけど、結局は例えば大豆だったりオニオンだったり、なんかそのサラダにかけるカリカリ系ってベーコンって歌っててもベーコンじゃなかったりするんだよね。でもこれはちゃんとしたベーコンが入ってます。あのね、美味しいのよ。一人暮らしを始めてからサラダを食べようと心がけてたんだけど、やっぱりね、美味しいっていう感覚よりかはなんか我慢して栄養を取り入れてるっていう感覚の方がでかかったんだけど、これを買ってからその美味しくサラダが食べれるようになったから、結果的には継続できてる。でちょっと値は張るんだけど、これ4つ入ってるんで、まあ値が張る分その健康を手に入れられる、そのサラダを食べる継続になるんだったら、まあいいかなと思ってます。でかける量もちょっとだしね。で今のところ半月ぐらい使ったけど、まだこれぐらいしか使ってないのよ。だからかなり持つかなっていう感じですね。これおすすめ。これ単純に美味しいから、なんかファミレスとかでベーコンとかかかってて、そういうのが好きだなっていう人はこれがおすすめかな。はい、お次はこれですね。エアロバイクです。ここエアロバイクはもう前から興味があって、実家にいた時から欲しいなと思ってたんだけど、買ってみた感想としては、なんて言うんだろう、エアロバイクをしようっていうのが先行しないんだよね。アニメ見よう、どうせだったらエアロバイク漕ぐかってなるからいいのこれ。なんかね、ながらでできるっていうのが本当に良くて、他のところだとさ、例えば音楽聴きながら自転車ってそこら辺走れないじゃない、危ないから。でもこれだと、なんて言うんだろう、他のコンテンツを楽しみながら、どうせだったらエアロバイクやっちゃおうみたいな運動がもうなんとなくっていうか、ついででできるから、めちゃめちゃ飽き性で三日坊主な俺でも継続できるっていう時点で今回リストに入れました。エアロバイクの中だと安めな感じで、他のね、ヨドバシカメラとかにエアロバイク乗りに行ったんだけど、俺は安いやつで十分だった。
他の高いエアロバイクとの違いって、俺がここは違うなって感じたのが、例えばスマートフォンとの連動だったり、連続使用時間っていうのがあるんだけど、60分もあれば十分っていう、はっきり言って。で、60分以上超えちゃうようだったら、 このね回すとこで真ん中の、負荷が変えられるんだけど、その負荷を上げたら別に60分超えるようなことはないし、まあエアロバイクは安いので今のところこと足りてます。あと高いのを買っちゃうと結局はやっぱりスペースを取るんで、安ければ安いほどやっぱり小スペースなわけよ。だからこれになりました。今のところかなり毎日毎日できてるかなと。まあ休憩を入れながらね、エアロバイク継続できてるんで、おすすめです。まあ、あと言い忘れたんだけど、組み立てがあります、この商品は。で、組み立てでちょっと不安だったんだけど、筋力がない俺でも15分以内ぐらいには、組み立て終わったんで、そこら辺は心配しないでください。はい、次ですね。お気に入りのプロテインを紹介します。プロテインに関してはある程度試して、まあ本当に入門としてマイプロから始まって、ゴールドなんちゃら、ちょっと忘れちゃったけど、ゴールドなんちゃらってでけえボトルがあるんだけど、それとザバスとかね試したんだけど、ちょっとねこってりしてんのよ。で、筋トレってさ、もう追い込んでさ、うわもうかったるいってとこまで行くやん。で、かったるいっていうところになんかチョコレートとか、まあ他の味もそうなんだけど、こってりしたのをさ体の中に入れるのってちょっと億劫なのね。だからあっさりしたのを見つけ、探してたんだけど、これがすごい美味しいの。あのジュースみたいな感じで、しかもあのね、あっさりめの味、目じゃないな、あっさりしてるのよ、すごい。だから筋トレした後でも全然飲めるから、最近これをもう2つ目に突入してるかな。これですね。1日、俺は2杯飲んでます。まあ食事の状況にもよるんだけど、ほんとあっさりしてて、なんか飲むのが億劫だなとか起きないんで、これ もう俺がいつもなんかしつこいぐらい言ってる、継続するっていうところに着眼点を置いたら、もう最高の商品だと思って、もう多分今後、まあある程度試しはするけど、もう俺の飲んでいくプロテインはこれになっていくんじゃないかなってぐらいに味がお気に入りです。おすすめ。はい、というわけで最後ですね。これ先月まで、骨を折ってしまっていて、肩の可動域が少なくて、背中をちゃんと洗うっていうのを怠ってたんだよね。ちゃんと洗えてなかったの。だから背中にニキビができちゃって、結構で、これって結構いると思うんだけど、パソコンゲーマーの人たちってこの背もたれにその背中をつけてる時間だったりが多いから、背中ニキビがねできてる人俺結構見るんだよ。俺もね、あの油断するとねボツってできちゃうの。だから、あ、ちょっと今ドキッとした人はちょっとこの商品を見てほしいんだけど、きっかけとしては病院に行ったんだよね。で、病院に行って、あの背中ニキビなんですけど、これどうしたらいいですかねって聞いて、お薬と一緒にゴシゴシタオルで洗ってませんかって言われたの。俺ゴシゴシやんないと物足んなくて、ナイロンのゴシゴシタオルで洗ってたんだけど、そうするとニキビの菌をねばらまいてるようなもんだと、なんかもう種をまいてるみたいな感覚ですよって言われて、本当に柔らかい、タオルを買って、それで撫でるように洗うのが正解ですって言われて、で探したのがこれですね。プレミアムボディタオルザホイップやつらしいんだけど、これだね、最近これで、背中を洗っています。で、これで優しいから言い出したら、まあ、お薬のおかげもあるんだろうけど、ニキビもなくなったし、そっから消えてからもこれで洗い続けてたらニキビは出ていません。これ思い当たる人結構いると思うんで、なんかタオルも買ってほしいし、洗い方とかもなんかゴシゴシ洗わないでニキビ直すぞっつってね。だから優しく、だから最悪ももはや手でもいいらしいしね。で、最後の商品はまあそうですね、タオルと洗い方というわけでした。はい、どうだったでしょうか。引きこもりの買ってよかったものリスト2月編ということで、あんまなんて言うんだろう、めちゃめちゃ買った月ではなかったんだよね。一つ一つがちょっと値段がかさむやつ、それこそエアロバイクだったりがかさんだんで、そんなに量は買えなかったんだけど、まあ下調べを買うしてから買う人なんで失敗はなく、まあ、大体のものを、買ってよかったものリストに入れられたかなと思っております。
まあまた、先月同様なんかスタミジャパンにこれ試してほしいなっていうものがあったらコメント欄によかったら書いてください。最後までご視聴ありがとうございました。スタミジャパンでした。バイバイ。さよなら。